ここはあの渋谷公会堂っていうのは大変思い出のあるところで、高校3年の時に、カレッジポップスフェスティバルというオーディションに受かって出た思い出があります。さてそれはさておき、拙者去年の夏にハワイに行ってまいった。十何年ぶりにハワイの土を踏んだわけだが、自転車でホノルルセンチュリーライドという自転車のお祭りみたいなのに行って、拙者は走ってまいったわけ。俺の女だ。ハワイ人ですなんて。ぜひ皆さんも、それでせっかくハワイに行ったのでウクレレを買ってきました。これはあのよく見るとウクレレって4弦なんですけど8弦になってまして、ウクレレのチューニングっていうのは花子さんで、これは牧伸二の時代から合わせることになってるんですが、これは2本なので2本ずつなので、ははななここささんなんて言うんですよ。でさらにあのヘビメタの人なんかは危ない、マイオールのフレンドって言ってね、帰らなきゃみたいな、長い間旅をして毎日違うギャグを言っています。すごいです。毎日どっかが違う。さて、皆さんウクレレなんて言っても田舎のやつは誰もあんま知らないんですが、ここは渋谷なのでウクレレにしてはちょっとボディが大きいなと思うと思うんですが、普通はもっと小さいです。これはなんで、ボディが大きいかっていうとな、あ、みんな集まってんな、あ、何あのな、これはな、これはな、これはな、今日ずいぶん多いな、これはな、テナーウクレレってな。じゃあせっかくなんでウクレレで一曲。もう今はあれ？あれ？あり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 。じゃあ大ヒットナンバー。苦しちゃうよ。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそいつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた僕はデイドリームビリーバーソンで、彼女はクイーン。それは遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても、あ、今は彼女写真の中で、優しい目で僕に微笑む。夢を見て
幸せだったな僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢させてくれてありがとう僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は Thank you.